また旭日旗で韓国が騒いでるみたい。今度はリバプール。リバプールは21日、公式ホームページに載せた映像のサムネイルに旭日旗を使っていたとして、韓国メディアが一斉に騒ぎ問題化したことで、リバプールは謝罪文を掲載したんだって。また、19日に獲得が発表された日本代表ミッドフィルダー南野拓実の関連情報のすぐ下に旭日旗を使用したことでも、韓国国内からの批判の声が強まったということで、謝罪文を掲載。私たちリバプール FC は、多くの方々が不快であると感じる画像をオンラインチャンネルにアップしました。問題を発見したため、すぐにそのイメージを下げる措置を取った。私たちが挙げた画像のために、不快な思いをされたすべての方々に、心から謝罪します、と綴ったみたいだよ。歴史的にも何の問題もない旭日旗。なんでこうも韓国は、旭日旗に難癖をつけるんだろう。ちなみにリバプールの謝罪文にも韓国は批判をしてて、韓国メディア曰く、リバプールによる謝罪は誠実さを欠いている。最後の一文を見てほしい。画像によって不快な思いをされた全ての方にお詫び申し上げます、とあるが、これでは不十分だ。不快な思いをした人々にだけ謝罪すればいいわけではないだろう。文句を言った者にだけ詫びたように聞こえてくる、と批判。もうここまで来ると疲れてくるよね。でもさらに韓国はリバプールに対し批判の声を上げてるんだよ。何に批判の声を上げてるかというと、クラブワールドカップ優勝を決めたリバプールが公式サイトの日本のアカウントに画像を投稿。その投稿画像を批判してるみたい。なんかその投稿画像にも旭日旗が使用されていたと主張してるんだって。その画像がこちら。さすがにこれはただの放射線でしょ。漫画などでよく見るよね、こういった放射線。この画像投稿についてもリバプールは謝罪文を投稿したんだけど、韓国はその謝罪文に対しても痛烈批判。なんかその謝罪文は韓国 IP のみ見ることができる文だったため韓国が批判してるんだって。謝罪しても批判ってリバプールたまんないだろうね。リバプールは韓国ファンのために誠意を見せちゃんと謝罪してるんだからもう許してあげなよ。っていうか歴史的にも何の問題もない旭日旗なんだから、よくよく考えたらリバプールも謝罪する必要はないんだけどね。しかし超絶疲れる。いやいや、今年も残りわずか。疲れてる場合じゃないね。もう一踏ん張り、頑張らなきゃね。